株構造と上部構造。土台もしくは株構造と上部構造はマルクス主義において社会構造とその変遷を説明するのに用いられる概念。マルクス主義において土台、株構造とはの二つからなる生産様式を中心とした経済構造の相対を指す。また、上部構造とは政治、法律、道徳、宗教。 芸術などの社会的な制度、組織や意識形態を指す。まとめるとという構成になる。このうち生産力が発展すると、それに最適化する形で生産関係に、そして株構造全体に変革が起き、上部構造もそれに合わせて変化するし、逆に上から下へと作用を及ぼすこともあり、そうした弁償法的な過程として人間社会と 人類の歴史の構造が説明される。ありがとうございます。